はい、皆さんこんにちは、宅飲みグルメの奥くんです。ということで今回の動画なんですけれども、皆さん混ぜそばって美味しいですよね。僕もねめちゃめちゃ好きで、かつ手軽に作れるんで、普段の食事はもちろんですね、動画でもよく作ったりはするんですけれども、なかなかねこれといったものが作れないというか、まあ、手軽に作ろうとするとどうしてもですね、この動物系のガツンとくる旨味にね欠けるなっていう風に思ってたんです。そんな中ですね、今回は超濃厚鶏混ぜそばをたった5分で作る裏技をですねご紹介させていただきたいと思います。これねマジで革命ですよ。しかもね今回ね超濃厚鶏混ぜそばを作るってことで、最後に残ったスープにねこの追い飯なんかもしてね、思う存分楽しんでいきたいなというふうに思います。さあということで、どれほど美味しいね鶏混ぜそばができるんでしょうか。それでは早速調理開始ということで作っていきましょう。今回はですね5分で超濃厚混ぜそばを作っていくんですけれども、それに使うですね秘密兵器をご紹介させていただきます。それがこちら、エスビー食品の本取り出しでございます。これがマジですごい。これ SB 食品が鶏肉の加工時に捨てられてしまっていた国産の親鶏があることに気づいて、これを有効活用しようとできた商品で、旨味が強い親鶏に加えて鶏の足のもみじやひき肉の加工時に残る骨や筋などから旨味が抽出されているんです。しかもですね、僕のチャンネルをよく見ていただいている方ならご存知だと思うんですけれども、普通スープを取るときってですね、臭みが出ないようにネギだったりの香味野菜を入れたりするんですけれども、この本取り出しはですね、この裏の原材料のところを見ていただくとわかるんですけれども、鶏ガラ、丸鶏、もみじとあるようにネギなどは入れずに国産の鶏素材と水だけで煮出したという、まさに鶏の旨味を凝縮したスープになっているんです。なのでこのスープに塩を一つまみパラッと入れるだけで激うまスープになるんです。いただきます。おうめえ。このとろっとしたスープなんですけれども、口の中に入れた瞬間にねドンとくる鶏の風味、そして舌に濃厚な鶏の旨味が絡みついて、最後はねすっきりとしてるという、これマジでね鶏の旨味が凝縮されている感じでね最高です。あ、うまっ。これ本当にね、今まで飲んだことがないぐらい濃厚な鶏の旨味がね味わえるんですよね。ということで、こちらも本鶏だしを使っていよいよ混ぜそばを作っていきます。濃厚ダレは本当に一瞬でできてしまうんで、まずは麺から茹でていきます。麺はですね中太麺、こちらを茹でて、そしてタレ作り、フライパンに醤油大さじ1、みりん大さじ1/2、本鶏だしを1袋入れて加熱、一度沸騰したら火を止めて、これでタレの完成。タレができたら器に入れて、茹だった麺を入れてなじませたら、ごま油小さじ1/2を回しかけ、お好みのトッピングをのせる。今回はチャーシュー、メンマ、マヨネーズ、青ネギ、海苔、そして最後に卵黄をのせて完成。こちらが5分で作った超濃厚鶏混ぜそばになります。本鶏だしという秘密兵器を使った超濃厚なタレ、そしてこれを混ぜて食べれば様々なトッピングの調和し、最強の混ぜそばに仕上がることでしょう。はい、ということでめちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあということで完成いたしましたので、早速食べていきましょう。いただきます。いや、これですよ、もうめちゃめちゃうまそうでしょ。それでは卵黄を割りまして、おお、こちらをガツンと混ぜていただきます。いただきます。このすすってまずくるのはね、鶏の旨味がガツンときて、そしてですね、それぞれのトッピングの風味がこの一杯の混ぜそばとしてねまとめ上げてくれるっていう、いやこれめちゃめちゃうまいっすね。いやこれタレはね、先ほどの本鶏だしと醤油ダレを合わせただけですからね、それでここまで濃厚な鶏だしが味わえる、これマジですごいっすね。うまい。そしてここにねビールを合わせたらもう最高ですよね。それでは飲んでいきましょうかね。乾杯。いや、この超濃厚混ぜそばにビール最高ですね。いや、改めてうまい。
いやでも僕が普段取り出しを取る時ってスーパーで柄を買ったりするんで、スーパーに並んでるのって若鶏の柄がほとんどなんですよ。ただこちらのですね、今回の本取り出しっていうのはこの親鶏の柄を使ってるんですね。でこの親鶏っていうのは産卵を目的としたニワトリなんですけれども、飼育日数が長いことなどから旨味が強いんですよね。で僕昔福岡に住んでたんですけれども、その時はですね、親鶏って普通にスーパーとかでも売ってて旨味が強くてね、個人的にめっちゃ好きだったんですよ。ただ関東の方じゃ若鶏ばっかりで親鶏ってほとんど見ないんで、この親鶏の柄を使った濃厚スープを取ろうと思ってもなかなかね手軽に作れないものだったりするんです。それがこうやってレトルトパウチで手軽に使えるのってマジですごいですし、普段自分で出汁を取ってるからこそこの濃厚さがですね、めちゃめちゃ感動するレベルでした。この本取り出しでラーメンを作ったらですね、親鶏の出汁の効いた親鶏系ラーメンなんかも超手軽に作れるんで、皆さんもぜひね試してみてください。そして今回はこの残ったタレに追い飯をしちゃいます。ご飯を入れてタレとなじませて、でお好みでね粉チーズなんかもかけると。最高。この粉チーズをかけることによってね、ちょっと洋風なリゾット感も出てめちゃめちゃうまいです。この本取り出しってラーメンだったり混ぜそばだけじゃなくてですね、こうやってご飯に合わせても美味しいですし、あとパッと思いつくところだとカレーに入れてねコクを出しても美味しいですし、煮込みに入れてねこのベースの旨味をアップするのにも使えますし、和食洋食中華だったりもうあらゆる料理のねレベルアップをすることができるんです。この本取り出しはですね、クラウドファンディングの方もやっておりまして、まあ、クラウドファンディングの方ねもうちょっと終わってしまっているんですけれども、ブランドサイトのページに行くとですね、プロの料理人の方がいろんな使い方でですねご提案をされていたりするので、もうそれはね見てるだけでめちゃめちゃワクワクするんで、ぜひねそちらのブランドサイトの方も覗いていっていただければなというふうに思います。いやでもほんと追い飯でねこれだけうまいリゾット食えるの最高ですよ。ごちそうさまでした。さあということでいかがでしたでしょうか。いや超濃厚鶏まぜそば、そしてね締めの追い飯までめちゃめちゃうまかったです。これを作れたのはねやっぱりこちらの本鶏出汁があってこそで、この親鶏の旨味が凝縮されていてですね、塩だけで飲んでもめちゃめちゃ美味しくて、これを使えばですねラーメン混ぜそばだけじゃなくあらゆる料理のレベルアップをすることができますので、皆さんもねぜひこちらの本鶏出汁使ってみてください。今回ご紹介したこちらの本鶏出汁のリンクはですね下の動画概要欄の方にございますので、ぜひ覗いていってみてください。超濃厚親鶏スープマジでおすすめです。さあということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。